いざという時になるといつもこうなんだから、このポンコツめくさも、いえっ、いえっ、いえっ、今時あんなことやって、一体どういう車なの、これ。よし、あ、もう少しだ。なんで私までこんなことしなくちゃならないのよ。よし、直ったぞ、出発だ。待って、私置いていかないで。早く乗りたまえ、大久保さん。前の車に追いつかなくなりますよ。早く乗れちゃってこれさ。無事でよかったですね、大久保さん。結婚もしてないのに、まだまだ死ねません。しずね様、小さな車が割り込んできてますよ。細かい割には恐れを知らぬやつ、スピードを上げろ。はい。パリから新作のドレスも届いてるわよ。そっかそっか、じゃあ今日もじっくり遊ぼうね。な、みんな、さあいらっしゃいいらっしゃい。みんなでパーッと騒いだ後はまずはトランプ大会ね。待ってください。え、彼らは重大な用があってうちへ来たんです。重大な用？あら、パーティーじゃないの？パーティーは伊賀野君と兄さんたちで勝手にやってください。さあみんな早速だが行くぞ。おーす。なんだつまんない子たちね。ほんとなんか暗くて嫌な子たち。カバ丸くん、僕たちだけでパッとやりましょう。ああ、今日はしずめの邪魔も入らねえよ、私。思いっきりパッと行こうぜ。うわぁ。大久保さん、ついに着きました。忍びで調べるにはやはりこの方法しかありまい。あんまり大きすぎてどこが何やらさっぱりわからないわ。私に任しときなさい。絶対伊賀野くんの尻尾をつかんでやる。絶対カバ丸くんじゃないと思うけど、もし鈴音様だったら。そろそろ取り調べにかかろうか。はい。大玉の前島が組織した軍隊だ。私たちはこの軍隊と戦うわけですね。情報によるとこれはほんの一部らしい。前島め、新リーグ結成になると各校の生徒会を丸め込み軍隊を組織しようとしているとのこと。すでにその動きは出ている。行天高校生徒会長成田虎蔵の組織する軍隊、下世高校生徒会長堀内鎌人の組織するニューハーフ軍団、次は原始高校の大門落ち度率いる原始フォービズム軍団。屋敷は怪しい悪の巣窟だ。先生、教頭先生、しっかりしてください。教頭先生。カバ丸の正体は怪物だ。
ドラキュラだ。この怪しい巣窟の中で金玉支配の陰謀を企んでおるのだ。とうとう見破られてしまったな、教頭先生。黙れ、カバマルメ。必ず尻尾を捕まえてやるぞ。教頭先生、聞いてくれば。これが落ち着いていられますか。ここは私の地下トレーニングルームだ。そしてこれと同じものが金玉の寮の地下にももうすぐ完成するはずだ。諸君にはそこで訓練に励んでもらうが、今日は手始めにここでトレーニングをしてほしい。はい。うめえうめえ。すっきかばまるくん、この食べる姿いつ見ても心が現れる気持ちよ。ほれほれしちゃう。わ、次は焼きそばいっぱい頼むぜ。焼きそば、あんなもの。てめえ、焼きそばをあんなもんとはなんで。焼きそばをバカにしたら俺は許さねえ。ごめんなさい。カバマルくん落ち着いて。よーし、誰も食べたことがないような世界一の焼きそばをカバマルくんのために作ってあげるわ。そうか、話が分かるぜ。それじゃあこのテーブル一杯ぐらい頼むぜ。ねえ、カバマルくんが影の支配者とは思えないでしょ、教頭先生。いや、君は伊賀野くんのあの焼きそばに対する執念をどう思いますか。焼きそばに対する執念。そうです、焼きそばに対するあの異常なまでの思い込み。きっとあの中に影の支配者たる伊賀野くんの秘密が。焼きそば。おお、そうだったのだ。え、焼きそばとは。焼きそばとは伊賀野くんが指揮している影の組織の合言葉だったのだ。合言葉。そうです、古くは赤穂浪士の討ち入りの際の山川、もしくはあのナチスドイツ時代のハイルヒットラー。焼きそば。焼きそば。まさか。いえ、絶対にそうです。そうに違いない。お、あら、だーっと、また今。先生、早く逃げて。わかった、しかし、犬が。先生、何にこっちに。犬が追ってきたもんで。あの、そうだ、大久保さん、二人分かるよ。犬はどちらかに行くはずだから、一人は助かる。世界一うまい焼きそばだぞ、来い。もう操作は無理だ。ねえ、大丈夫？お尻のお怪我は？大変！二つに割れちゃってる。ぷっくり腫れちゃって。 ありがとう。中に入ってお尻にペタペタお薬塗りました。それがいいわよ、このままじゃお尻が腐っちゃうもの。いや、とんでもない。そんなことされたら私は大丈夫ですよ。あ、帰ります。はいはい、さようならね。はい、さようなら、さようなら。あ、ね、君たち、このことは誰にも言わないでくださいね。お願いだから、目白くんや野々草さんたちには。構わないわよ。伊賀野くんもですよ。そんなに言うなら黙っててやるけど。頼みますよ。じゃあ失礼。相変わらず変な人。ほんと昔とちっとも変わらないわ。しかしあのような凶暴な犬をいとも簡単に手なずけてしまうとは。しかもまたも謎の言葉、焼きそば。そうだ、彼こそ影の支配者なのだ。それに間違いない。あ、恥ずかしい。